今回訪れているのは洗練されたマダムの街広尾。庶民派作家の平山さんはこの街で、今日ほら歩き回っちゃったからね。そうですね、うん、俺今日何食ってなくてさ、はい、腹減ってるからうまいよね。なんかやっぱ広尾のおしゃれ焼きそばを堪能。しかし今ね、あのおじさんがね、これがね、病院に行くところへなのよ少々ドキドキしてしまう場面も。今日はどうなってしまうんでしょうか。広尾散歩後編の後編です。前回は駅近辺を堪能した2人、今週は明治通り沿いを西に向かって歩くみたいです。すると早速、ほら、疲労の人、いい人が多いじゃん。お前じゃねえいや、あれなんですよ、女性限定なんですね、手振るのはお前じゃないっつってんだよお前じゃないんだよ。なんだな、あれ、しょうがないな汗っかき小僧はやめなさいそうこうしていると平山さん、通りに何かを見つけましたここは何だい、ブルトンズ。あ、犬のホテルだよ。あ、しかもブルドック専門とかじゃない。もうあ、ブサカワ専門ショップ。で、何、ブスカワ、いいね、ちょっと見てみよう。お、見てみようぜ。こちらブルドンズはフレンチブルドッグやパムなど少しブサイクで可愛いワンちゃんの専門店。実は大の犬好き、平山さんもメロメロに。よしよし、行くな、行くな、よしよし、よしさん、そうかな、なんか言いたいの。んあ、そう、そうなの。あ、何、居酒屋行きたいの飲み行きたいの。ちょっとこの後一番のお気に入りはおっ、下げんなと俺は誰だと思ってんだよ。かわいい。あらら、あらら、ほら、あらら、あらら、あ、かわいい。よし、よしよし、よしよし。名前つけるとしたら何てつけます？これ、はい、深川亮そんな感じしないなってちょっとあん中ではあんなに元気だったり、出てきたらこんなにおとなしくなっているみたいなねね、ふっくん、ふっくん、癒しの時間をありがとうございました。次に向かったのは通りから一本入った路地。平山さん、また何か見つけたようです。あれをわざとなんだ。このありますなんですか、ペルシャ伝統のコーヒー占いサロンですって。コーヒー占い。こちら嵐のカフェ&バーは近隣にお住まいの社長さんに大人気。コーヒー占いが体験できるバー。コーヒー占いとは中東で行われる伝統的な占い。パウダー状に挽いた豆を専用の鍋で煮出し、ドリップせずにカップへと注ぎます。これを占いを受ける人が飲み干し、最後にカップに残った粉の後で運勢を占います。平山さんは仕事運について占ってもらうみたいです。これがすごく明るく出てるんですね、仕事の方が、ね、ずっと前からやりたいことがあって、まだやれてないものが一つがあると思うんですよ。はい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 、 ありますね、ね、はい、そろそろ力が入れてやってもいいんじゃないかなって気がするんですよね。そうすると、まあ、それこそタイミングは、まあ、来年の、はい、半ばかな。なるほど、ね、今からちょっと準備っていうか、あ、して、ね、まあ、やってて、そのやりたいことって何だったんですか。俺はね、前からずっと映画やりたかったんだよね。映画ですか、うん、映画やりたかったんで、
でまあなんかねちょこっとなんか話はあるんだけど、まあ立ち消えちゃった。これああいう世界ってね、うん、そろそろちょっとやりたいなと思ってたんで、うん、まあちょうど来年ぐらいだったら準備もねできるし、ぜひ力入れる、うん、どこがいいの、いやこれ本よりそっちの方が売れるからジョナさんの仕事運を占ってもらいます。あのジョナさんさんはね、はい、結構いろんなこと考えすぎなんだよね、はい、あのうん、心配性というか、あ心配性なんだ、仕事を本当に思い切っていろいろやってて、逆に心配する時間があったらいろいろ動いた方がいい。僕でも結構せめておむつとかも履いたりしてるんですけど、それは攻めにはならないですかね。そおむつはならない。おむつはならない。守りだろ。どっちかっていうと守りだろ。どっちかっていうと守ってる。守りだよ。何したらいいんですかね。俺ね結構でもね、あの裸で体のあちこちを硬くしてるのを見せるっていう、あれはいいと思うよ。あれは間違ってはないですけど、あれはいいと思う、はい、本当です。今日はここを硬くしますフィジカル天気予報ですよね。いや、はい、あれいいよ。ためになる占いありがとうございました。最後に2人は駅近くの商店街へと戻ってきました。うん、今日はもうこのぐらいにしときます。うん、まあな、はい、でもあれだろ結構、はい、バレる前に飲むだろ。バレる前に飲むやつ。バレる前に飲むそうだ。この辺だってよ、散らかせる店あんだよ。散らかせる店さっきのほらビディでボロの店があったろ、はい、ああ最初の頃の、はい、ビディでボロのとこ行こうよ。あそこ行きます、うん、実は散歩の序盤で、うん、でもちょっとほらちょっとね、こういう感じがちょっとボロボロっとなってるね。こういうのやっぱ好みなんですよね。だから破れてる感じとか平山さん、うん、こういうの好きですね。あ平山さん素敵なお店に目をつけていたんです。こちらことぶきはこだわりの大山鶏を使った焼き鳥が人気の居酒屋さん。ほっと落ち着けるこのお店で打ち上げです。はい、じゃあどうも今日お疲れ様でした。取れ高があるといいね。いいですね。はい、あ、かん混ぜってねえじゃん。かん混ぜなくて。あ、うまい。平山さん、たくさん歩いてお腹が空いたのか、どんどん平らげていきます。正しいね。やっぱうろうろ歩いてよ。ね、あーであのコーラのどうでもいいようなことダメって。まあだから一つあの大事なことあるんだよ、わかる？人の金だってないんだよ俺。あんた倍うまいんだよ俺は。下げなよあんた涼しいよ。うまいんだよ。えおごり酒にまずいものなしっつうだろよということで疲労散歩はここまで。散歩は心の選択。皆さんもなんだか気になる街を気軽にブラブラしてはいかがでしょうか。きっと新しい発見があるはずですよ。